はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。ちょっとね、字間違えてますけど、2020年です。来年の話ですね。来年はね、オリンピックの年でもあって、盛り上がっては来ていると思うんですけども、私の周りでは盛り上がっていませんけどね。はい。で、この1年ぐらい、2018年とか19年ぐらいからずっと、なんか、都市伝説的な話で、信じるか信じないか、あなた次第みたいな感じの、動画がものすごく多いですね。で、やっぱり、都市伝説というか、エンブレムなんかも盗作じゃないかとかって言われてて、あれも都市伝説系 YouTuber なんかが、これもなんか仕組まれたものではないかとかさ、あと国立競技場なんかのその設計図なんかもね、なんかいろいろ言われていましたよね。そういうのもやっぱりイルミナティだとかさ、あの団体の妨害してるんじゃないかとかさ、そういうのがあったりするんだけど、なんか2020年のオリンピックの前のその半年とか、8ヶ月ぐらいに、なんか地震が起きるんじゃねえかと。都市伝説界隈が言われています。それがね、ドラフ地震ではないかっていう話なんですけど、結構、その動画、そういう都市伝説系な動画を見ると、大体オリンピックの前の月とか前までなんですよね。起きるんじゃないかって。で、オリンピックが開催されませんみたいな感じで言われてて、あと、その予言っていうかな。未来を見通せるある女性が、オリンピックは開催されませんよって。大体的に言われていて、それはなんで、オリンピックがやらないのかっていうのは、私は聞いてないというか、聞かされてないんですけど、なんでオリンピックの前までなんだろうって思っちゃって、そういうね、著名な方が、オリンピックはやりませんって言っちゃったもんだから、2020年の7月、8月までに、そういう大きな地震が起きるんではないかって言われちゃってるんですよね。で、イルミナティカードというものがあって、その中の一つに、なんかオリンピックと地震かな、あとその背景とかにも、その日本を示唆するような建物が崩れ落ちていて、それをね、逃げ惑う人たちがいて、手前にね。で、その人たちの、服とか、あと小物っていうか、スカーフみたいなのに、オリンピックの、その、5個の輪っかの色があるから、東京オリンピックの時に、
地震が起きるんではないかっていうふうにまあ言われてもいるんですけどね。私としてはオリンピックの最中になんか起きるんじゃない？まあ一応ね開催はされてはいるけども、うん、中止というかっていうことはないのかな。最中にね、いやもしかしたらだよその地震とかじゃなくて、あの朝鮮半島の北の方の人、偉い人がね、こことぞばかりになんか仕掛けてきそうな感じがするだよね。で北の方の人、まあ立地的には日本に一番近いし、あのね、なんかあった時は攻撃しやすいと言ったら怒られるけどね、ミサイルとかもね結構あのなんて言うんだろう、変な方向には行ってるけど、理論上というかそういうのはもうほぼほぼそのピンポイントでこう狙えるというか、そういうことが、まあ、できるっちゃできるらしいんだよね。うん、本当に侮ることはできなくて、まあ本当に北朝鮮だから、まあそういう命中率はね、ピンポイントじゃないだろうって思ってると、なぜかあれっていうこともあるんで、うん、でなんで狙うかっていうと、やっぱりいろんな国の人がいるし、あのまあ下手したらね VIP というか、まあ大統領とかそういう上の方の人は来ないにしても、それに準ずるようなね人たちが結構国の代表として来てたりとか、うん、で選手なんかもね来たりしてて結構その離れてはいても結構精神的なダメージって与えられると思うんですよ。うん、その結構オリンピックのさ、オリンピックっていうその大体的なね、大きなビッグイベントの時に自分のね国の人がそういうなんだろう攻撃にさ、攻撃を受けてしまうっていうのはかなり、そのブラジルであろうがアメリカであろうがヨーロッパであろうがかなり精神的なショックを受けるよね。うん、って思ったんだけど、どうなんだろうねまあ地震が起きるのは多少なりともまあ起きてしまうのかなっていうのはちょっとある。うん、今もね本当に関東に限らずなんだけど震度3か4ぐらいのね地震が起きてて、うん、まだその半年以上ね、その開催されるまでに時間があるので、ちょっと大きい地震が起きても不思議ではないなっていうのがある。うん、ただそのトラフ地震のようなその震度7とか8とかのような大地震、大地震なのかはわからないけどもね。うん、でもしかしたらその
オリンピック開催されてすぐぐらいにその地震が来るかもしれないよね。うん、でも、もうちまたに言われてるさ、人工地震と呼ばれるものがあったとして、やっぱそういうのってピンポイントに、さっきもね、北の方のミサイルも同じなんだけど、ほぼほぼその8月9月ぐらいのそのピンポイントな日っていうか、うん、ところにやろうと思えばやれるだろうし、その決定権が誰なのかっていうのは分かんないけどもね。うん、まあちょっと怖い話でもあるし、ちょっとね、話がどちらかって申し訳ありませんけども、うん、って思ったんだけどね。まあ2020年、どうなるのかな、地震が起きるのかな。うん、まあそう言いながらもね、地震が起きなかったりとかね、今までもあったんで、あれ、今日っていうか今年来るって言ってたよねっていうのが結構毎年毎年あったよね。うん、あの大阪とかね、あの熊本も、なんだっけ、指摘はされてなかったけども来ちゃったから、まあなんともなんともなんだけど、結構その地震とかっていうのに、ツイッターとかで調べると結構騒いでる人が多くて、って感じかな。まあ実際起きるのかね、その時になってみないと分かんないからね。以上。まあ起きるのか起きないのか分かりませんけどね、無事オリンピックが開催されることを願いたいと思います。それでは皆さん、さようなら。